会場は非常に混雑しております。前の方から順次詰めてお座りください。住民説明会は約2時間を予定しています。トイレは早めにお済ませください。トイレに行かれる方はお近くのスタッフにお声掛けください。皆様、長らくお待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから特別区設置協定書についての住民説明会を開催いたします。私は本日司会進行をさせていただきます。大阪府市大都市局の課長で片岡と申します。よろしくお願いします。本日の出席者です。大阪府市大都市局長の山口でございます。本日の説明者、部長の太田でございます。後ほど市長と区長が到着いたします。ではまず開会にあたりまして、大阪府市大都市局長の山口よりご挨拶を申し上げます。局長、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。ただいま紹介いただきました、大阪府市大都市局長の山口でございます。失礼して、この場からご挨拶をさせていただきます。本日は本当に大変ご多忙の中、特別設置協定書についての説明会に、お越しをいただきまして本当にありがとうございます。また平素から大阪市政の推進につきまして、格別のご協力を賜っておりますことに対しまして、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。この説明会は先月3月13日に大阪市会、3月17日に大阪府議会で特別区設置協定書が承認をされまして、来たる5月17日に大阪市における特別区の設置についての住民投票が行われます。このことから法律名は大都市地域における特別区の設置に関する法律という、こういう法律ですけれども、この法律に基づいて大阪市長が行う説明会でございます。従いまして、本日は後ほど橋本市長も参りまして、直接皆様にご説明をさせていただく予定でございますが、その前に事務局の方から皆様にお配りをしておりますパンフレットに基づきまして、特別区設置協定書、いわゆる新しい大都市制度の内容について説明をさせていただきたいというふうに考えております。ただ最初にお断りをしなければなりませんが、この特別区設置協定書に記載している内容は、例えばこの住民サービスをこのように変えます。パンフレット18ページの右側なんですが、こちらが今の区役所の状況です。皆さんのお住まいの東住吉区の区役所なんですが、それをですね、5つの特別区に、新しい役所を作り上げて、1つの区役所の中で選挙で選ばれた区長のもとに、もう今僕のもとにですね、もう大阪市役所、淀屋橋中之島に行くとですね、大阪市長のもとにずらーっと関係の局がずらーっとあって、僕はそこに指示を出しながら、いろんな対応をしていくんですけども、それをですね、大阪市長じゃなくて選挙で選ばれた区長のもとに関係の役所のこういう部を置いてですね、選挙で選ばれた区長が、5つのエリアに分かれた、それぞれの選挙で選ばれた区長がそれぞれ住民の声、いろんなことを聞きながら、役所に指示を出しながら、児童相談所なんかも使いながらですね、住民の皆さんのさまざまな要望に応えていくと、そういう仕組みにしていきたいというのが今回の提案です。すなわち、大阪市内を、1つの塊と捉えるのではなくて、5つのエリアに分けて、でそれぞれのエリアでの住民の要望は、住民の皆さんのニーズ、住民の皆さんの必要としているもの、これやっぱり5つのエリアでそれぞれ違うでしょうと、また町の特色もそれぞれ5つのエリアで違うでしょうと、それであれば大阪市内5つのエリアがそれぞれの特色に応じた、その住民の皆さんの
要望に応じた、そういう行政をやっていくためには、もう大阪市内をもう一つの塊と捉えるんじゃなくて、5つの特別区に分けてですね、まあ、独自にやっていってもらった方がいいんじゃないかというのが僕の提案です。まあ、一方反対派の方は、いや大阪市、まあ、一律でやった方がサービスは変わらないから、どこの地域でも一緒だからそっちの方がいいというのが、まあ、反対派の考え方。特別区5つ作ると各地域で、いろいろやることに差が出るっていうんですけども、それは差と捉えるのか、まあ、特色に応じた住民の皆さんによる決定だというふうに捉えるのかの違いで、僕は大阪市内、それは差が出て、差というか違いが出て当たり前だと、それは地域の状況が違うわけですから、違いが出て当たり前、なので大阪市内全部一緒のことをやる必要ないというのが僕の考え方、今回の提案した考え方ですけども、反対派の人たちは大阪市内やっぱり同じようなことをやっていくべきだというような考え方もあります。で実際渋谷区とかのあの状況、東京はどうなっているかといいますと、さっきの施設、図書館もスポーツセンターもプールもそうなんですが、それぞれの区で、自分たちで、いろいろ決めていますけれども、東京の23区はですね、まあ、東京23区、まあ、今区長選挙も終わったんでしたっけね、あの区長選挙今やってますけども、それぞれの特別区でですね、まあ、いろんな独自の施策を、まあ、区長と区議会議員が物事を決めてですね、進めていると。それからもう1ページの方で、2番、そうですね。で渋谷区なんかでは最近ちょっと有名になりましたけども、同性パートナーを証明する、まあ、その証明書を発行するかどうかなんていう、そういうことが議論になってますが、まあ、これは渋谷区の中でいろいろ議論してですね、最後渋谷区民が判断をすると。ですから大阪市内を一つの塊と捉えていくのか、やっぱりこれは5つの地域でそれぞれやっていくのか、まあ、ここが今回の提案、賛成反対の分かれ目になるのかなと。もう一つは住民の皆さんの声をしっかり聞くシステムとして、一人の大阪市長が担当する方がいいのか、選挙で選ばれたその区長がですね、5人いることの方がより住民の皆さんの声を聞きやすくなるのか、まあ、この辺も判断のポイントかなと思います。それとですね、もう一つはちょっと今日の報道で、あ、やっぱりこうなってしまったかなというふうに思ったんですけども、やっぱ大阪市役所の物事の決め方の仕組み、やっぱりこれは大きな僕問題意識を持っていましたね。それはあの今日の報道、朝日新聞に出ていましたけども、まあ、地域振興会という、大阪市地域振興会というところが、まあ、町内会の一番の上のトップの機関ですけども、大阪都構想反対と決めた、多数決で決めて、これからそういう活動をしていくということを決めたらしいです。皆さん、今大阪都構想について賛成反対は市民の皆さん真っ二つに割れてるんですね。でそれを町内会というところが全部それをもう大阪都構想反対だって決める、この意思決定の仕方っていうのは、僕はやっぱり非常に古いやり方なのかなというのを思ってます。町内会こんなことやってしまうと、じゃ その町内会の中にこの大阪都構想について賛成者もたくさんいるわけ でそういう人たちの声をどう汲み取っていくのか、なぜこうなったのかというとですね、これはもう大阪市長一人ですね、大阪市長一人ですね。でそうすると皆さんの声、皆さんと直接こう話す機会っていうものがなかなか少ないわけです。なかなか皆さんと僕こう出てきて話す機会がない。そうなるとやっぱり区長に、まあ、委ねざるを得ない。でも区長は選挙で選ばれたものではありませんから、どういう形で住民の皆さんの声を聞いていいのかがやっぱり分からないわけですね。やっぱりこれ選挙で選ばれる選ばれないというのは大きいんです。選挙で選ばれるということになれば、出ていけば、まあ、支持する人もいる、反対する人もいる、でもまあいろんな人からいろんなことを言われて、最後は選挙で落ちる落ちないがあるんで、多くの住民の皆さんの声を聞こうとしますけれども、公務員ですから、どうやって、東住吉区13万人の声をこう拾い上げるのかというのはやっぱこれ分からないわけです。そうすると必然その一部のそういう、まあ、町内会の一部の人たちですね、そういう人たちの声を聞きながらこう決定をしていくという、まあ、そうせざるを得ないところがありまして、僕は大阪市長になってからずっと区長に、またその他にも言ってたのが、一部の人の声だけで聞いて物事を決めるというのは変えなきゃいけないよということはずっとこの3年ちょっと言い続けてきました。でもこれがやっぱり大阪市地域振興会というものがあってですね、大阪市役所はまずその人たちの声を聞いていく、まず必ずそこの人たちの声を聞いて、その人たちの意見で、まあ、物事を決めていく。でまたそういうことになると町内会の人たちもですね、その人たちの意見をやっぱ聞かないと大阪市に声が届かないというような、多分そういう心配もされるんでしょう。
といういろんなこれまでの経緯がある中で、僕はやっぱり今回のようにですね、大阪市のこの260万人の市民の皆さんがいるその町内会、それが町内会の役員がどういうふうに選ばれたのか知りませんけれども、こういう問題について大阪とこそもう反対だっていうふうに決めてですね、でもこれで運動していくんだということに本当に市民の皆さんが納得されるのかな、そういうような意思決定の仕方っていうものを今後も続けていたら、本当に広くですね、大阪市民の皆さんの声をこうすくい上げていくことができないんじゃないかという思いがあります。ですからやっぱりこの役所の今までの仕組み、しっかり選挙で選ばれたものが直接そういう町内会の人たちの意見聞くのも重要ですよ、一部の役員の方で、僕は日々活動されているね、その役員とかそうじゃなくて、日々のその市民の皆さんの活動とか、日々そこで悩まれていること、要望があること、そういうことを直接聞いて、で直接サポートする、そういうやっぱり仕組みっていうものが必要なんじゃないのかなというふうに思ってます。極めて今は一部の人たちのその意思というものが、この大阪市の行政の中で非常に重視されているような状況、またそういう町内会とかそういうところがそういう決定をするようなそういう状況ということで、やっぱり広い皆さんの声を組み上げていく、そういう役所の仕組みに、より作り直さなきゃいけないなということに思いを強くしたところです。以上ですね、問題意識としては二重行政をなくすことと税金の無駄遣い、これをやめること、これは役所のその仕事の整理をしましょう、大阪府庁と大阪市役所の仕事を整理する、一から作り直すことによって二重行政をなくして税金の無駄遣いを止めると、それから大阪市内の皆さんの声をより丁寧に組み上げる仕組みとして、大阪市内に特別区というものを5つ作って、選挙で選ばれる区長を5人置いて、で皆さんが選挙を通じて、または1人よりも5人の方がより住民の皆さんの声を聞きやすい仕組みになると僕は考えておりまして、僕はそういう問題意識を持っておりまして、今回の提案をさせてもらいました。一方反対派の人たちは、いや今のまんまでも二次行政はなくなるし、税金の無駄遣いというものももうないだろうし、住民の皆さんの声を聞くということも今のまんまでもできるということを、反対派の人たちは言っております。で皆さんの手元にですね、賛成反対の意見1枚もので、お配りしております。で本当は反対の人たちとここでその場で議論させてもらいたかったんですが、それができない、断られてしまいましたので、賛成反対の紙をお配りしてますが、特に反対意見のところでですね、住民サービスは低下しますというふうに書いていますが、これはパンフレット、さっきのですね、QA のところに、問いと答えのところに書いておりますけれども、しっかりお金は確保する、それから協定書の中にもですね、しっかりサービスは維持をしますということも明記しておりますので、左のページですね、左のページ、はい、それから住民サービスは低下しますのところで、市内全域を対象に確実に使えていた施設などが、これ特別区域を超えて使えなくなるというんですけども、これは考え方によります。まず一つは特別区をまたいでも、もちろんこれは施設は特別区長同士で、協定を結んで使えるようにしますけども、僕の考え方は特別区長になれば特別区民のために必要なものをきちっと整備すると、僕は大阪市長になってですね、大阪市民のために必要なものを整備するのに必死になってやってますんで、特別区長になった方がむしろ特別区民の皆さんが区をまたいで行かなくても、特別区民の皆さんが特別区内で、ちゃんと施設が使えるようにきちんと必要なものは整備すると僕はそういうふうに考えております。あとはですね、お金の問題のところで、ちょっといや本当にこんな新しい役所を作り変えて、きちんと運営できるのかというところなんですけれども、パンフレットのですね、26、お金の問題は、この大阪都構想というものをやると最初に600億円のお金がかかると言われていますが、そのお金を使ったとしてもきちっと17年間で財政運営ができるだけのお金はあるという、計算になっております。特に
28番に、あ、28ページ、南区、皆さんが今度属される南区っていうものが28ページのところにありますけれども、こちらの方も最初この新しい役所を作り変えるにあたって、のお金を使ったとしてもですね、まあ、しっかり使えるお金はある、まあ、この使えるお金をですね、今度新しく皆さんが選ぶ、まあ、特別区長がどういう使い方をしていくのか、まさに皆さんがその使い方、選挙を通じてまあ決めていくということになります。しっかりと新しい特別区は財政運営ができるということになります。それからパンフレットの19ページ、ここには書いてないですかね、すいません、まあ、お金がね、とにかくなくなるから住民サービスが低下するということがあるんですけども、まあ、これは先ほど言いましたけれども、皆さんの税金が、まあ、しっかりと各特別区の方にきちっと配分されるんですが、まあ、一部ですね、さっき言いましたけれども、大阪市役所がこれまでやっていた仕事の一部が今度大阪府の担当になります。まあ、大学とか地下鉄とか病院とか港とか、もうそういうのは大阪市役所がこれまでやっていたけれども、大阪全体に関わる仕事なので、もう大阪府庁に、まあ、全部お任せしますということになります。まあ、その分のお金は当然これは今度は、今まで大阪市役所がやってた仕事を大阪府庁がやるわけですから、まあ、その分は大阪府庁の方に仕事と一緒にお金も当然大阪府庁の方に行きますけども、まあ、これをですね、大阪府庁の方に取られたと考えるのか、それとも担当者が変わっただけと考えるのか、まあ、ここも今回の提案についての賛成反対の分かれ目になるかと思っています。まあ、大阪府知事、僕もやっていましたけれども、東住吉区民の皆さんからも票をいただいて、まあ、大阪府民全体のために、大阪市民のために、まあ、仕事をする大阪府庁という組織もそうです。ですから仕事と同時にお金が来て、まあ、これはしっかりと大阪市民のために仕事をする、それは当たり前のことなんですけれども、この今回の提案に反対する人たちは、いや、それは大阪府庁の方に、まあ、お金を取られるということを言われている方々もいます。以上、大学で、ちょっと時間の制約がありましたので、不十分だったかも分かりませんが、まあ、今回僕が思った問題、二次行政の問題と税金の無駄遣いと、それから住民の皆さんの声をより聞きやすいその仕組みを作らなければいけない、この問題意識について皆さんがまずどう考えられるか、でこの問題意識はそうだよねとなったとしても、じゃあ役所を一から作り直す必要があるのか、今のままでも本当にできるのか、まあ、このあたりが皆さんの判断されるところのポイントになるかと思っています。今回の提案というものは、僕の問題意識を解決するためには、やっぱりこれは今までの大阪府大阪市の役所のままではなくて、一から作り直して仕事の整理をやって、役割分担を明確化する、そして皆さんの声を聞き取るためにも、選挙で選ばれた区長というものをしっかり大阪市内に置いていこうというのが今回の提案です。以上です。はい、それではこれより質疑応答に移りたいと存じます。皆様に挙手をしていただき、私が指名しました後、担当がマイクをお持ちいたします。この説明会はインターネット中継されておりますので、必ずマイクを通してご質問願います。なお、本日の質疑内容は後日議事録としてすべてホームページで公開されます。本日は多くの方にご出席いただいておりますので、できるだけ多くの方の質問にお答えしたいと考えております。質問は簡潔にお願いいたします。ただ本日の説明会では質疑応答には時間に限りがございまして、時間が参りましたならば質疑を打ち切らせていただくことがございます。あらかじめご了承願います。このような場合の特別区設置協定書に関する質問については、区役所や市役所の大都市局に文書で質問事項を提出していただければ、回答方法を検討の上ご回答したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。それではご質問のある方、ご着席のまま挙手をお願いします。はい、それでは、真ん中の列の前から1、2、3、4番目の右から4番目の男性の方、はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうも、ありがとうございます。ね、まず最初にちょっと、意見なんですけども、質疑応答の時間をね、もっと、持ってほしいなと
というふうに思います。まあ市長 の、 説明も、まあ、30分ぐらいで、ね、もう、最初の30分ぐらいで大体分かったつもりですので、はいはい。で質問ですけども、2つありまして、1つは、大阪都に、なったらですね、最初の知事にはまあ多分、今までの任期から行ってですね、橋本さんが、知事に、なれるだろうと思うんですけども先ほど、橋本さんが、おっしゃった2番目のですね、大阪の発展の、ために、知事になったら、具体的にまあこういうことをしたいんやというのがねあったら、教えてほしいと。それから、2番目の、質問は、お金の問題なんですけども、今までですね、まあ大阪市が、使われてた、お金のですね、まあ、半分以上が、まずその、大阪府に、吸い上げられると。で、まあ、ということはですね、今まで、まあ無駄もあったと思うんですけども、大阪市民の、ためにと思って、使ってたお金がですね、まあ半分以上が、まあ、大阪府全体に、の人のためにというふうに使われるんですから、まあ、大阪市民一人当たりに対するその、サービスというのはね、まあ、低下するんじゃないかなというふうに、まあまあ、直感的に思うんですけども、はい、まあ、その2点について、はい、お伺いします。まず大きなこれやっぱり誤解がですね広がってるなというのを今感じました。あのパンフレット19ページ見ていただきたいんですが、お金の問題、これやっぱ反対派の人たちは事実に基づく、あの今回のこのタウミ、あの今回の説明会は役所 の、 あの説明会ですので、僕も通常の維新の会で言ってる喋り方とはもう全然変えてます。きちっとあの行政で作った資料に基づいての、まあ、説明に徹しているつもりなんですが、19ページのところを見ていただきたいんですけれども、今大阪市民の皆さんの税金が吸い上げられるというふうに言いましたが、それはありえません。あの19ページのこの表を見ていただきたいんですが、皆さんに納めていただいたお金は一旦確かに大阪府のところに入りますが、なぜ大阪府の方に入れるかといいますと、それぞれの特別区で上がってくる税金に差があるんですね。だからその差を埋めるために一回大阪府の方に入れて差をなくして配分するんです。きちっとここで配分するんです。これ見ていただきたいんです、矢印で。ここも個人市民税、タバコ税、軽自動車税はそのまま特別区に行くんです。でこちらのですね、まあ、法人市民税とか固定資産税とかこっちに変えていく税は一旦大阪府の特別会計に入りますが、ちゃんとそれぞれの区に配分をする。例えばですけどもね、今大阪、日本全体の国の税収ってものは東京、大阪、名古屋で大体6割ぐらい税金集まるんですね、日本の税金は。でもこれがじゃあ東京、大阪、名古屋のためだけに使ったらもうこれ日本が成り立ちません。だから47都道府県に配りますけれども、その時にどうしてるかというと、大阪市民の皆さんは一回国に納めますよね。で国に納めた後47都道府県に配分するわけです。それと同じなんです。吸い上げるんではなくて、一回皆さんから預かったお金を特別区に配分するために一回ここ大阪府が預かるっていうだけなんです。ですからここ特別会計ということにしてるわけです。他に使われないようにするために、大阪府民の他、大阪市民以外の人たちに使われないようにするために特別会計にしっかり入れて、特別区民にちゃんとこれ配分するんです。で一部ここありますね。ここは確かに大阪府にお金は行きますけども、これさっき言いました仕事も一緒に行くわけなんです。ですから消防の仕事、地下鉄の仕事、港、それから大学、病院、今まで大阪市役所もお金をかけて病院とか大学とか港仕事やってました。これを単に大阪府の担当にするということですから、まあ、市民の皆さんがそこをどう考えるかです。例えばその大学がね、
一律大学じゃないと絶対嫌だというふうに言うのか、いやそれはもう府立大学にまとめてもらって、どっちにしろ一律大学も市民の皆さんだけじゃなくて市民以外の皆さんの学生も来てるわけですから、まあ、港なんかもそうですし病院なんかもそう、これは大阪市民だけというよりも大阪全体に関わる仕事なので、まあ、それはもう大阪府の方に、まあ、ついでにやってもらおうということなんですね。ですから皆さんの税金が全部吸い上げられて大阪市民以外に使われるってことではないです。全部ここの矢印見てもらいたいんですけど、全部特別区にちゃんと戻ってきてるんです。だからこれ吸い上げられるっていうのは、まあ、さっき の大阪と高さん反対してる人たちがまあいろんなところで言ってるんでしょうけども、そうではないです。ただ一部ですね、これは事実として、一部大阪府の方に移る分は確かにあります。だいたいこれが全体の 22% ぐらいというふうに言われてるんですけども、集められた税金の 22% とかいろいろ言われてるんで、集められた税金もないですね、23、まあ、一部が大阪府の方に行くというのはお金だけが行くんじゃないんですね。でその移ったお金が大阪市民以外のために使われるんじゃなくて、今まで大阪市役所がやってた仕事、大学とか消防とかそういう仕事に当てられてるので、全然これ市民のために使われてるのと同じなんですけどね。あ、それからあともう一つは、知事は誰になるかということなんですが、これも今日はですね、市役所主催 の説明会ということになってますので、政治的ないろんなそのご質問に関しては申し訳ないです。4月の27以降に今度は維新の会でまたタウンミーティングやりますから、その時に松井知事も僕も言ってますので、もう質問していただければきちっとお答えしたいと思ってます。すいません、ちょっと答えられなくて。お金の件はどうですか、吸い上げられるっていうのは。これお金ね、これ重要なところでして、配分するために一回大阪府が預かって、でここで各特別区に平等になるように配分するんですけどね、やっぱり大阪市の中で北区とか、まあ、難波とか梅田のところで税金がたくさん集まってきますからね、それをしっかりと南区にもきちっと配分、まあ、南区もアベノがあるからそこで税金集まってくるんですけども、しっかり各5つに分けるためにこの大阪府が預かってるということなんです。吸い上げられるってことはないです。はい、ご質問ありがとうございました。それではまだちょっとご納得いただけないですかね。あ、そうですか。これそれでもこれここ預かったお金がこれ矢印でどっか大阪府が使ってしまうんだったら問題ですけどもね、まあ、一部の人がこの大阪市民の皆さんの税金をここで預かってですね、大阪府の借金に充てるとか言ってる人もいるんです。 ありえないです。これきちんと特別会計で預かって各特別区にしっかりと配分をする。そうでないと28ページ、ここで見てもらいたいんですが、これもしお金が来ないんだったらこんな使えるお金、こんなに増えません。しっかりとお金を配分されてるんで、きちっと南区がちゃんとこれからも財政運営ができますよというような、そういう計算結果に出てるっていうのは、市民の皆さんから一旦大阪府の方に、これは5つの特別区ができます、で5つの特別区ごとで税収格差が生まれてしまうので、その差を埋めるために1回特別会計で大阪府が預かって配分し直すということなんですけどね。すぐにご理解いただけなければ、ちょっと何遍も繰り返しここは説明させていただきたいなと思います。すいません。はい、すいません。それでは次の方に移らせていただきます。ご質問の方は挙手の方をお願いします。じゃあ次はそちらの列の、1,2,3,4,5 番目の右から2番目の方、あ、3番目の方、はい、はい、そうです。はい、よろしくお願いします。はい、そしたら今松井知事からいろいろとご説明いただきました。その件については、すいません、橋本です。あ、すみません、橋本氏、失礼しました。全面的に賛成でありまして、あ、そうです。また5月の投票にはその総構想の方向に投票しまして、スムーズにそれが進むように願っております。はい、すみません、ご質問の方お願いします。はい、ちょっとこの総構想の話と違うんですけども、現在私ここの老人センターへ来まして、いろいろと、はい、各サークルに入りまして、まあ、日々有意義な日々を送らせていただきますが、ああ、よかったです。来年の3月までで一応ここは利用ができないと、はい、
それ以後、再来年後はどうなるかわからないというふうに聞いていますが、その点はどうなんか、お分かりでしたらちょっと聞かせていただきたいんですが。市民交流センターですね。と言いますのは、ここは作られた経緯がいろいろあってですね、市民交流センターは特別に10億ぐらいのお金でこれ運営されていたというところがあるんです。やっぱりその運営のやり方がおかしいじゃないかということで、先ほどからいろいろちょっとお話をさせてもらいましたけども、やっぱり大阪市、お金がない中で、どうやって例えば僕は今回子ども教育予算というものを増やしていきました。また特別養護老人ホームというものも今どんどん建設していますけれども、お金がない中でどこからやっぱお金をこう生み出していかなきゃいけない。でそういう意味でちょっとこちらの方のですね、運営費についてはこれはお金かけすぎだということで、これはやっぱり見直しをしなければいけないということにしました。でただその後ですね、きちんとした運営主体が出てくるのかどうなのか、ちょっとそれ今検討させてもらっておりますので、ちょっとしばらくお時間いただけますでしょうか。ちょっとやはりこれまでの設立の経費含めてですね、過剰にちょっと運営経費がかかってたってことはもう間違いないんです。ですからそこをちょっと改めさせてもらったんですけどね、すいません、今のお声聞きましたので、ちょっと持ち帰らさせてもらって、今の現状を確認させていただきます。すいません。はい、それでは現状を確認するということですので、よろしくお願いします。それでは次の質問の方、じゃあ真ん中の列で、そちらの、女性3番目のそうです、はい、女性の方お願いします。細かいことかもしれないんですけれど、教育委員会という国に、作られるということなんですけど、はいはい、そしたら今大阪市の教育委員会と大阪府の教育委員会となんかいろいろトラブルとかありますよね、はいはいはい、そういうのが5区で5つできることによって余計ややこしくなるということはないんでしょうか。ですね、市町村の教育委員会、小学校、中学校担当の教育委員会、だから5つ教育委員会ができますけれども、ここではもうそれぞれのその仕事の範囲、自分の特別区の中での教育行政を、やることになりますから、それぞれやり方が違ってもこれはもうある意味仕方のないというか、そういうことを住民の皆さんが自分たちの町の教育を考えていくわけですね。だから5つはそれぞれやり方が違うと思うんです。例えばものすごい英語に力を入れるところだったりとか、場合によってはその歴史教育に力を入れていくところだったりとか、この5つの中ではそれぞれ違うことになると思うんです。で今の大阪府と大阪市の関係はですね、これは入試制度についてちょっと意見が違ってるわけです。これは5つになったから何か揉めるということではなくて、これ5つに分かれたというよりも、この入試制度について文句のある教育委員会、今大阪市は声を上げてますけれども、これは別にこの5つにするかどうかに関係なく、この入試制度に文句がある教育委員会は他に出てくる可能性は別に出てくるわけですね。だからこれ5つに分けたからどうのこうのなるというよりも、入試制度に対して文句を言ってると。だから5つに分けたとしても、入試制度について文句がなければ何も文句がないだろうし、やっぱり入試制度っていうのはこれは非常に、子どもたちに影響あることですから、市町村教育委員会としては文句ある場合には府教委の方にやっぱりどんどん文句を言ってきます。ただ5つの間でやることが異なったとしても、これは差と捉えるのか、住民の皆さんが決めたというふうに捉えるのか、むしろそれは5つの中でいろんな教育のあり方がそれぞれ違ったあり方があってもいいとは思うんですけどね、それは揉めることはないです。教師の移動っていうのもその空だけの中でっていう形になるんです。いえ、これ今人事権は各特別区、今のところはそうです、各特別区ごとなんですけれども、例えば能勢とかですね、豊の池田、豊中市っていうのは初めてですね、小学校中学校の教員の人事権というのは本当は府が持ってるんです。僕の知事の時にこれは能勢、豊の池田、豊中市、市町村の方に人事権を下ろしたんですね。そうするとそこ共同で、人事権、人事の差をやって、その4つの市町村でぐるぐる回してます。で今回は特別区がまず人事権を持つということにやっていますけれども、特別区の中だけでやっぱり回していくと不都合だとかそういうことがあれば、特別区長同士でそこは話をして、お互いにじゃあ共同でね、採用しようとか、お互いで、そのお互いの中でその人事回していこうとか、それは特別区ができた後に
その特別区長がいろいろ考えると思いますね。ただ原則はまあ特別区ごとに自分たちの町の教育をやっていこうというのが原則です。採用試験が区別になるとすごくこういい教育が集まるというか、そういうのでやっぱり子供の教育に関わってくることです。そうです、まさにおっしゃる通りで、それを悪いことと考えるのかいいことと考えるのか、場合によっては各それぞれの地域が頑張っていい先生が来るように、まあ、頑張るわけですよね。努力をしていきますよね。それで切磋琢磨というか、例えばその豊野、野瀬、池田なんかはですね、箕面とかはものすごい今競争率が高いんですよ。申し込み者がすごい多いんです。大阪府の教育委員会にもみんな志望者が殺到してるんですね。それはいいことだと思いますよ。だから今度は大阪市内5つ分かれてそれぞれが、まあ、切磋琢磨すればいいとは思うんですが、でもやっぱり大阪市内5つの中でこう切磋琢磨するっていうのは多分特別区長、いやそこはやっぱりみんなで共同して採用やりましょうよというような話に僕はなると思いますけどね。ただ重要なことは大阪市内に5つやっぱり1つの教育委員会でいいのか、本当に学校現場を見れるのか、それとも5つの教育委員会を置いてやっぱ学校数、一つの教育委員会が担当する学校数をもうちょっと少なくしてあげないと、僕は教育現場もう見切れないと思うんですよ。見切れてないと思います。はい、ありがとうございました。それではあと2人か3人いきたいと思います。挙手の方をお願いします。そしたら次この列で、その男性の方、はい。お願いします。すみません、失礼します。小野と申します。はい、まずは歴代の市長の中で、はい、この童話地区があるこの市民交流センターに初めて訪れていただいて説明をしていただいたということで、心から敬意を表したいというふうに思っています。橋本市長、今言われた問題意識については共有できるところもたくさんあります。二重行政の解消とか、それから縦割り行政ですね、これは非常に弊害があると思っていますので、これ大阪市であろうと大阪府であろうと、その辺の、解消とかいうことについては大変共感できるところであるんですけれども、それもなおやはり、この大阪都構想についてはですね、私の立場は共感はできるけれども、この廃止をすると、廃止分割するということについては反対という立場なんです。はいはい、でそれについてはもうこの資料のビラで、反対意見が書いていることと私は全く同じ意見なので、はいはい、そこは割愛したいと思います。ええ、で2点だけお伺いしたいのは、はい、1つは、はい、橋本市長は自らおっしゃっているように、維新の会の代表でありますから、ええ、私はこの説明会にね、大阪市がやる説明会に僕は橋本市長が出てくるべきではないというふうに思っています。で先ほど橋本市長はタウンミーティングをこれからやるというふうにおっしゃってました。ええ、これは5月17日の当日までやることだろうと思うんですが、それは政党としての政治活動だと思うん で、そこは逆に橋本市長は出るべきではないというふうに僕は思ってるんですが、やはりどうしても橋本市長人気の高い政治家でありますから、維新の会の意見に引っ張られる形でこの説明会が行われる危険性が非常に多いと、大阪市の説明会といえどもですね、ですから大阪市の説明会であれば大阪市の副市長なり大臣支局の局長でやってもらうのが妥当ではないかというふうに僕は思っています、というのが1点。はい、で2点目は住民投票についてです。でこれ5月17日ということで決まっているということですけれども、これほど市長おっしゃるように、市民の間で意見が割れている内容について、この1ヶ月の期間でですね、住民投票をやるというのはやっぱり少し拙速ではないかという気がするんです。で私は住民投票そのものはこれ直接民主主義の実行という意味でね、非常に有効だというふうに思っていますけれども、それであれば例えば今年の11月にはどうせ市長選挙、知事選挙があるわけですから、そこで市長、知事通っていただいてですね、4年間の次の任期を確固としたものにしてから、住民投票をやってしっかり制度設計をしたらどうかと。で住民投票そのものが大阪市民にとって初めてのことでありますし、しかもこの大事な大阪市のこれからのありようを変えるという、そういう投票をこの1ヶ月の間でして本当にいいのかというのが非常に危惧するところでありますので、そこはぜひもう少し時間をかけてですね、議論をしてやると。で先ほど市長は反対派の議員も来てもらったらというふうにおっしゃってましたけども、それは僕議員ちゃいますから分かりませんけど、僕は政党の議論であればね、それこそそれぞれ各党の橋本市長も維新の代表として
参加をしてそれぞれテレビ討論会みたいな形でねやっていただくのはええと思うんです。ただ今日は大阪市の説明会ですからそこに政党の代表が出てきてですね意見、同じように意見述べるということにならんというふうに思ってますからそういう意味では大阪 市の市長としての公平性、中立性を保った説明会をぜひやっていただきたいということを要望していただきたいと思います、はい、以上です。貴重なご意見を賜りました。まず一つはやっぱり僕の問題意識を考えてもらってですね、僕は今すぐにでもこれ役所を作り変えないともう大変なことになるという、そういう危機感のもとで、今回提案させてもらいましたのでもうちょっと時間かけるべきじゃないかというご意見があることはまあ承知していますが、これはもうかれこれもう4年5年言い続けてきて、このタウンミーティングというものももう1年間かけてずっとやってきているわけなんです。で今回東住吉のこの間に、大阪市長が来たのは初めてだということも聞いてびっくりしたんですけどもね、やっぱりそれだけ今市長がですね大阪市内もう回りきれないような状況なんです。今の仕事の状況からしてこれはもう市長としての仕事にはなってないと思ってます。ですから今一人でできていないけれども、少なくとも5人の選挙で選んだ区長をいてもっと頻繁にこういうところで住民の皆さんと常に、この行政について意見交換ができるような僕はそういう新しい、市内のですね、役所を作り直さないと本当に住民の皆さんの声をもう今すくいきれてないというふうに、そういう危機感を持っているので、ちょっとこういう形でさせてもらっています。十分時間かけるべきではないかというご意見もあることはもう十分承知していますが、これまで4年5年議論をしてきてもう去年1年間ずっと毎週毎週タウンミーティングをやってきたというところもご理解いただきたいと思います。それと今回、じゃあ問題意識をご理解いただいた上でこの方法を取らないということになると、今の役所のまんまでそのままやるということになりますから、あとはそれでいいかどうかというところです。今のままでも別にいいというふうに考えるのか、先ほどの問題意識を考えてもらってやっぱり作り直さなきゃいけないと考えるのか、それから大阪市長ということでこれもよく MBS のこの間もチチンプリと言っているところがまた変なコメント出してましたけども、大阪市役所と大阪市長といろいろ言われてますけど、僕のこの方針はですね今大阪市の方針になっているんです。これはまさに選挙で、その市長というそういうポジションについてですね、でいろんな法律の手続きを踏んで、きちっとプロセスを踏んでいろいろその間ありましたけども、今の今回の提案というものはこれは今の大阪市の方針です。ですからこれはもう大阪市長として説明するのは当然であり、でここはですね、先ほど言いましたこの協定書の中身をそのまま読むだけではこれは説明にはなりません。なぜこれが必要なのか、どうしてこれを提案したのかというところの理由をしっかり住民の皆さんに聞いてもらって、それを実現するためにその理由、提案理由を実現するためにこの協定書に書いてある中身がそれがふさわしいのかどうなのかというところを判断していただくことになりますから、これは大阪市長としてしっかりと大阪市の方針、また提案理由、これは各会場で伝えていきたいなというふうに思っています。ここはまたいろんなご議論あると思うんですけどね、決してここで僕がですね賛成反対の意見を紹介するだけではこれ説明られません。これねよくコメンテーターがみんな言うんですけども、大阪市としていろんな例えば政策提言をやるときにですね住民の皆さんに説明をしなきゃいけない、そうなってきたときにはなぜそれをやるのかということをしっかり住民の皆さんに説明するわけですよね。それと同じなんですけどもね。それから討論についてはこれは僕がここで今ご懸念あるように僕自身の考え方だけを一方的に言っては問題なので、反対派の人たちに討論というよりも問題点を指摘するためにも出席してくださいねというふうに言ったんですけども、断られたという経緯があります。ぜひだから僕がここで言うことにおかしいということであれば自民党、民主党、公明党、共産党の議員の皆さんがここに来てそれは違う、それは違う、そこはどうだということをここで言ってもらえればいいんですけどね。そしたら別に来られなくてもいいんですけど、それはじゃあ僕自身がきちっと提案理由、なぜこういう考え方になったのか、大阪にどういう問題があるのか、それは市民の皆さんにきちっと伝えるのもまた選挙で選ばれた市長の役割だと思っています。今の大阪の役所の状況というものに非常に僕は大問題というものを感じていますので、それを解決するための方策として今回提案させてもらったというところを理解していただきたいと思うんです。はい、すいません、ちょっと時間の方が押してきましたので、すいませんが再質問はあと一人で最後にさせていただきたいと思います。そしたら最後の質問、挙手の方をお願いします。そしたら次真ん中のグループの、その一番後ろで、はい、手を挙げて、はい、すいません、お願いします。
短く3点お聞きをします。はいはい、二重行政の解消ということでの今回の提案ということで、その弊害についていくつか事例挙げられていましたけれども、例えばそれは政策の失敗だというふうな、意見等も出ていると思います。そうですね、そのことについてはこの仕組みを変えたからといって本当にその政策の失敗がなくなるのかどうなのかということについて非常に疑問もあるんですけれども、それについての考えを聞かせていただきます。それから2つ目、住民サービスのあれこれを決めることではないんだ、仕組みを変えることなんだというふうなことを、事務局の説明でも言われたんですけれども、住民からしてみたら住民サービスがどうなるかというのがすごく気になるようです。で、例えば介護保険を見ても第5期までは大阪市は5800円ぐらいだったと思うんですけれども、第6期に至っては6900もほぼ7000円近くになっていて、今の試算で言っても平成37年には1万円近くになるというな。で、こういうことが主にこのことで解消されていくのかどうなのかということを実は教えてほしい。それから3点目、住民投票全体に関してですけれども、僕は賛成も反対も含めてみんな住民投票行くべきだというふうに思っています。きちんとした情報を伝えるべきだとも思っています。その上でお聞きをしますけれども、このパンフレットの説明作られていますけれども、これに関して例えば展示だとかそういう情報保障が必要な人たちに対してきちんとした手立てがされているのかどうか、これについて教えてください。わかりました。まず政策の失敗のところなんですが、2番のところ、パネル2番で、いろいろこれもよく言われます。役所を作り直す必要ないじゃないかって言われることがあるんですが、じゃあこの政策の失敗、反対派の人たちはですね、これは政策の失敗だからいちいち役所を作り直す必要ないと言うんですけども、じゃあ政策の失敗だったら今後政策の失敗がないというふうにもう皆さんがそれを信用されるんであれば、今のままでいいと思うんです。で、僕は政策の失敗また絶対次あるだろうとそう思ってますので、政策の失敗がもう二度とないように、二度とないようにというか今よりもなくなるように役所を変えていきたい。それはどういうふうに変えるかと言いますと、これなぜこういうふうになったか、これはいろいろお金をこういうふうに使えるようなそういう役所の仕組みだからですね。今回パンフレットの3ページのところに3ページ4ページのところで示しましたけども、特別区は基本的にもう医療福祉教育に仕事を集中することになりますから、また大阪全体の仕事というものをもうしなくなる、そういう新しい役所にしますので、今の大阪市役所の状態よりもはるかにこういう政策の失敗がなくなると考えているのがこの提案の考え方です。だからこの政策の失敗だからよく言われるんですね、これは政策の失敗だからだから役所を作り直さなくてもいいとか言うんですけども、そしたら政策の失敗ってもう二度と起こらないんですかね、今のままで。だから僕ちょっとそこのよく言われる方がよくわからないんですね。二重行政の問題もあれは政策の失敗だと、例えば一番これも政策のワールドリンクゲートタワービルとワールドトレードセンターが政策の失敗だって言うんだったら、また今後政策の失敗はあり得るんじゃないかっていうのが僕の非常に問題意識です。だからそれがもうないように、できる限りもう政策の失敗がないように役所を作り直していくべきだというのが今回の提案の理由です。それから住民サービスについて、これよく言われるんですけども、住民サービスがどうなるかがわからないわからないっていうんですが、今でも住民サービスがどうなるかっていうのはわからないわけなんです。というのは次の大阪市長が誰になるのかどうなるのかによって住民サービスが変わってきます。だから今回の大阪都構想になって住民サービスがどうなるかわからないわからないということではなくて、繰り返しこれまで言ってきた通り、まずきちっとお金はですね、パンフレットの28番パンフレットの28ページ、まずお金がちゃんとあるかどうか、そこをまず見てもらってですね、パンフレットの28番でお金がちゃんとあるかどうか、でお金はあると、お金はきちんとこうやって、使えるお金が南区でもある。で、次、住民サービスどうなるかっていうのは、まさにそこを選挙で選ばれた区長が、候補者が訴えかけて住民の皆さんが決めていくことになるわけです。その時に大阪市長1人がいいのか、選挙で選ばれた区長5人がいいのかです。例えばですね、介護保険料について今ご指摘がありました。今回大阪市のアップ率、介護保険の上昇率は非常に高いです。
これはなぜかと言いますと、大阪市内で介護の保険給付、介護のサービスを受ける人がものすごく多いんですね。ものすごく多いんです。ですから、介護保険料というものは使った分だけ保険料が上がります。ただある政党はこういうふうに言ってます。そこに税金を入れてでも、税金を入れてでも保険料を下げろという政党、そういう考え方の人がいますが、僕はそれはできないと。もうどん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 税金を入れていったら、これは無尽蔵に税金が増えていってしまうんで、今回大阪市長としてはある政党からですね、それ介護保険料も高くなってる、これここに税金入れてでも保険料落とせって言われたんです。それはもう今の大阪市の状況ではできませんというふうに言って、介護保険料しました。でもですね、選挙で選ばれる区長が5人誕生すると、もしかするとですよ、この南区では税金入れますと、税金入れて保険料を下げますという、そういう区長が候補者でここ出てくるかもわからない。でその時に最後は住民の皆さんがそれを良しとするかどうするか、選挙で決めれるということになるわけです。だから住民サービスがどうなるかわからないというのは、それは今の状態でもわからない、誰が市長になるかわからないわけであって、それを1人の市長で決めていくのか、5人の選挙で選ばれた区長で決めていくのか、どっちの方がいいでしょうかということですね。僕はそれは大阪市を一つの塊と捉えて、大阪市長を一人で決めるんではなくて、5つの地域で介護保険料の話もそれぞれの住民の皆さんが決められた方がいいと思いますよ。そうじゃないと、介護保険料の話問題されましたけども、かたやこっち側ではですね、給食、学校給食、公立中学校の給食をもっと自分の学校で作れるようにしてくれという声もあるわけです。それも200億300億かかるわけです。でかたやこっち側では赤バスをもう一回復活してくれという声も、あれ10億円もかかるわけです。それを大阪市長一人の選挙でやるんではなくて、地域5つに分かれて、それぞれの選挙で選ばれる区長の候補者がですね、うちの地域は赤バスはちょっと我慢するけれども、公立中学校の給食は自分の学校で作れるようにするとか、うちの地域は介護保険料のところは下げに行くけれども、そのお金を生み出すためにやっぱり赤バスは廃止にしなきゃいけないとか、それぞれの地域で分かれた方が、それぞれの特色、住民の皆さんの意見がより反映すると思うんですけどね。今申し訳ないですけども、大阪市全体としては介護保険料やっぱり下げると、税金を入れてでも下げるということはやっぱりできないという判断を今させてもらってます。1人の選挙でやるか、5人の選挙を通じてそういうことを決めていくのか、どちらの方がいいかです。僕は住民の皆さんの声をより汲み取るためには、5人の区長の選挙でそういうことを決められたらいいと思いますね。すみません、事務局の方からパンフレットについてのご質問にお答えします。パンフレットの方はまず全ての市民の方に見ていただくということで、全国配布を予定をさせていただきます。多分今週中には各家庭に配られるかと思います。もう一つ展示の方の作成することはどうなのかということですが、すでに作成をさせていただいてまして、ご希望の方があればですね、例えばこういう説明会でも持ってきておりますので、お渡しをすることができると思いますし、もしここで取れないということの場合は、区役所等に問い合わせをしていただければお渡しをできるようにしておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。非常にありがたいご意見ばかりで本当にありがとうございました。この二重行政の問題、税金の無駄遣いの問題、このままでももう大丈夫だというふうに考えるのか、それとも役所を作り直さなきゃいけないと考えるのか。で最後の質問が非常に重要だったと思います。これから住民の皆さんが求められる、役所に求められること、これはもう本当にそれぞれ多種多様になってくる時代になってくると思います。ただし、税金はどんどん無尽蔵に増えていきませんから、住民の皆さんで選択をしてもらう時代に突入します。その時に260万人全体の市民で、これを増やす、これを削るということをやっていくのがいいことなのか、それとも5つの地域に分かれて、それぞれの地域で必要なものとそうでない我慢するものをこう決めていく方がいいのか。今の介護保険料の話一つとっても、大阪市長一人の場合には僕がですね、もう介護保険料下げませんと、これは難しいですけど決めてしまうと260万人全員がそれに従わなければいけません。しかし5人の区長が誕生すると、ある地域によっては介護保険料に税金を入れてでも下げるというような区長が出てくるかもわからないです。でもそれは何か他のものを犠牲にしなきゃいけない、こういうまさにですね、住民の皆さんの日常生活に関わるような話は本当に細かな調整が必要なんですね。でこれを僕はこれからの時代、大阪市全体で物事を決めていくのではなくて、5つの地域に分かれて、それぞれの地域で何を充実させて何を我慢していくのか、
本当にこれがしんどいしんどい選択、まあ、しんどい作業になってくると思いますけども、まあ、こちら東この会場に僕が来たのが大阪市長が来たのが初めてということなんですけど、こういう調整をやろうと思うとやっぱり選挙で選ばれた長が住民の皆さんに直接出ていってですね、何を重要視しますか、何を我慢しますか、この話を繰り返し繰り返しやっていかなきゃいけない、そういう時代の中で一人の市長でいいのか、選挙で選ばれる区長5人がその地域で調整をしていくのか、まあ、ここが判断の分かれ目になるのかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。質疑は以上とさせていただきます。ありがとうございました。次に説明会の終了にあたりまして、お願いとお知らせ。本当に長時間ありがとうございました。お忙しい中また説明会繰り返しやっていきますので、ぜひ質問がある場合にはどんどん紙で質問を送っていただければきちんと回答させてもらいたいと思います。時間の限りがあってですね、十分説明できなかったかと思いますけれども、本当に今日はお忙しい中本当にありがとうございました。本日お配りした資料はお捨てにならないように必ずお持ち帰りください。住民投票は5月17日日曜日でございます。大切な一票ですから必ず投票をしていただくようお願いします。住民説明会は他の会場の説明会もユーストリームによるネット中継録画大阪全体の発展を目指すことを目的とする、そういうしっかりした役所を作らなければいけないというのが僕の問題意識の2つ目です。例えばですね、大阪市役所のですね、この一部、まあ、都市計画局というところがあるんですが、これは非常に大都市をこう作り上げていく、そういうチームなんですね。大阪市役所のチーム、まあ、地下鉄の計画だったり、町の再開発をやったり開発をやったりとか、まあ、とにかく大阪という大都市をこう作り上げていく、まあ、そういう部局が都市計画局というのが大阪市役所にあるんですが、非常に優秀な局なんですね。でも彼らは大阪市役所の局ですから、大阪市内のことだけを考えるというのが基本的な、まあ、仕事職務です。まあ、これは当たり前です。大阪市都市計画局ですから大阪市内のことを考えるのが、まあ、中心。本当にそれでいいのかと。で、僕の問題意識は今の大阪市役所の都市計画局というその舞台にもうちょっと広い視野を持ってもらって、大阪全体の発展をこう目指してもらう、まあ、そういうチームになってもらいたいという思いがあります。で、それでどうしたらいいのかということになるんですが、それがですね、さっき二重行政の話で説明させてもらいましたが、今パンフレットの3ページやりかな、大阪市役所が今大阪全体の仕事も担っていると言いました。まあ、ここに、まあ、都市計画局が、やる仕事というものが主にここにあるんですけどもね、そうするとこれは今大阪市役所の中の都市計画局ですから、先ほどから言ってるように大阪市内のことを中心に考えます。その大阪全体にもっと力を発揮してもらおうと思えば、まあ、この大阪全体に関わる仕事をもう大阪府庁の方に全部集めればですね、まあ、大阪市役所のその都市計画局っていうそのチームももう大阪府庁の方に行ってもらってですね、今の都市計画局というチームが今度は大阪全体を見渡すその目を持ってもらう、それで大阪全体の発展を目指してもらいたい、まあ、そういう役所を作らなければいけないんじゃないのかというのが、まあ、僕の問題意識です。この大阪全体にね、まあ、関わること、大阪全体の成長を引っ張っていく役所、これ新しく作らなきゃいけない、まあ、そういう思いがあるんですが、例えばですね、なぜ大阪全体を考えなきゃいけないのかというと、5番、そちらの方にパンフレットにありません、全然お子さん大丈夫ですよ住民説明会しか気になさらずにうち山ほどいますから大丈夫ですね、もう全然大丈夫ですから、本当に気になさらずに、これ、大阪の
今地図、大阪全体の地図なんですけどもね、これ赤色のところが大阪市のエリアなんです。で昔はね、この大阪市のこのエリアの中に人もそれから企業も全部集まってたんですけれども、今見てください、これ点々ブルーの点々は、まあ、企業ですね、商売している事業所というものですけども、事業所の範囲がもうこれ大阪府域全体に広がってるわけです。大阪市内だけにこの事業所が集まってるわけではないわけですね。でそれから次、人の移動のところで6番、これは人の移動を表している、まあ、図でありまして、ピンク色のところが人の移動行き来しているそういう、まあ、範囲なんですけども、見てもらったらお分かりの通り、ここがちっちゃいところがこれ、大阪市なんですけども、う大阪市の範囲で人が移動しているだけではなくてですね、人の移動はもう大阪全体で、まあ、移動が行われているわけですね。もっと言えば奈良の方からも移動していると、尼、まあ、崎、京都の一部からも移動している、まあ、そういう形でですね、もう人の移動というものは大阪市内の範囲を超えています。それから企業の集まりもですね、大阪市内の範囲を超えています。でこういう時においてもですね、こういう時代においてもまだ大阪市内の視点だけでその大阪の発展というものを考えていけばいいのか、やっぱ大阪の発展を考えた場合には大阪府域、大阪府域全体を見てですね、いろいろ大阪の発展を考えなければいけないのか、まあ、どちらに立つかというところで、まあ、今回の提案についての賛成反対が分かれるところです。まあ、繰り返しになりますけども、この提案した理由、特別設置大阪都構想を提案した理由は、もうこれから大阪の発展を考えていくときには大阪市域内の視点ではなくて大阪全体の視点で、まあ、ものを見ていかなければいけない、これが今回の提案理由です。これが、まあ、僕の問題意識でもあり提案理由なんですけど、例えばなんですけどもね、地下鉄なんかで、17番、これ東京の地下鉄なんですけど、まあすごい地下鉄ネットワークです。でこれ、13路線中相互乗りでは10路線、もう私鉄と地下鉄が乗り換えなしでも相互につながってるわけですね。これがもう東京の状況、16番、これが大阪の状況です。で大阪の状況は地下鉄9路線中、まあ、相互乗り入れで、その私鉄との乗り入れ乗り換えなくそのまま行けるのは3路線と、もちろんこれは、ね、技術的な問題がありますから、東京の場合には、まあ、線路の幅とかですね、電気を取り入れる仕組みにおいて、まあ、相互乗り入れがやりやすい、まあ、そういう状況だったもんですから、どんどん相互乗り入れが進んでいった、まあ、大阪はちょっと技術的な問題があるので、そうは簡単に相互乗り入れができるような状況でないことは間違いないんですけども、ただ地下鉄なんかっていうのをどの視点で見るかということなんです。で今は大阪市営地下鉄ですから、大阪市交通局、まあ、最終責任者というのは、まあ、大阪市長ということになるんでしょうけれども、やっぱりその視点は大阪市民、大阪市内というところが中心に考えてですね、地下鉄便利にしようということを考えます。ただそれで本当に大阪の発展が望めるのかというところから、まあ、こんな地下鉄の話なんていうのは大阪全体の視点で、まあ、地下鉄だけじゃなくてその他の鉄道とのネットワークも含めてですね、大阪市を超えて大阪全体でやっぱりこの鉄道ネットワークなんていうのは考えていかなければいけないんじゃないか。そして15番、このように、右側が東京の高速道路の状態です。今回の中央環状線というものが開通しました。これ40年かかっての、まあ、事業がやっと実現したと、40年前の計画がやっと今花開いたというものなんですが、新宿からですね、羽田空港まで今まで40分かかってたものがもう20分で行けるようになりました。でこれ池袋、それから新宿、渋谷、こんなとこどうやって高速道路を通したんだろうと皆さん思いになられるかも分かりません。もう東京のど真ん中の繁華街中の繁華街ですから、これ地下に全部高速道路を通してるんですね。でこういうのをダーンともう貫通させたと、まあ、これが東京の状況。で大阪の場合には今これ、ここが都市再生道路といって、環状線、山手、通常の阪神高速の環状線の外に環状線をこう作ってるんですが、この赤色の部分がですね、ずっと計画が進みませんでした。と言いますのも、この右側の方の一部が大阪府の所管で、この左側の方が大阪市の所管ということで、大阪府と大阪市が長年、これ合意ができずにですね、ずっと計画が進まなかったんです。まあ、今回僕と松井知事でこれ計画進めようということでやっと合意に至りました。僕と松井知事の間でですね、ただこれ実現できるので完成するまでに20年以上かかると、
要はこういう鉄道とかですね、高速道路っていうのは決めてから実現するまで20年30年かかるものです。ですからそういう大阪全体の発展を決める、まあ、決定というものはやっぱり早め早めにやらないとですね、今日明日すぐこの大阪がすぐに便利になるような話ではありません。ですからその決定をするに際して、大阪全体の発展を目指した決定をするに際して、まあ、僕の問題意識はもう大阪の全体の決定は大阪府庁でもう一括でやってもらった方がいいじゃないかというのが僕の考え方です。でも反対派の考え方は、いや今でも大阪府と大阪市で話し合いをすればそういうことはできるんだから、別に役所なんかいちいち作り直す必要ないでしょうというのが、まあ、反対派の人たちの考え方です。まあ、その他大阪府知事、大阪市長、まあ、僕らは役所のトップとしてですね、で、まあ、とにかく大阪の発展を考えていますので、いろんなことを、まあ、考えるわけですね。例えば8番、これは大阪の企業の数、やっぱり大阪どんどん企業集まってきてもらわなきゃいけない。そのためにどういう政策をやったらいいのか、どうやったら大阪に企業が集まってきてもらうのか。それから9番、これは外国人観光客、大阪を訪れる外国人観光客の数ですが、これから少子高齢化時代で人口減少社会に入っていきますから、経済を活性化させるためには外国人観光客にたくさん大阪に訪れてもらわなきゃいけない。そのためには何をしたらいいのか、こういうことを考えます。10番、まあ、これは一つデパートの売り上げの状況、販売額の状況で、今大阪は全国の中でも増加率がトップに立っていますが、これはまあ小売業の象徴ですけれども、大阪で商売されている方がどうやったら儲かっていくのか、こういうことも僕ら役所のトップとしてはいろいろ日々考えております。また11番、これは実際に大阪のホテルの稼働率、まあ、今非常にホテルの稼働率大阪好調で、なかなか予約が取れないような状況になっていますけれども、まあ、どのようにしたらもっともっと外国人のお客さんに来てもらえるのか、もっと言えばホテルが足りないんであれば増やさなきゃいけない、ホテルというのが今本当に足りているのかどうなのか、そういうことも常に役所のトップとして考えています。まあ、10人、大阪全体の、経済が活性化されれば仕事が増えてくる、これは有効求人倍率です。それから有効求人倍率が上がれば当然完全失業率は13万、完全失業率は下がってくる。まあ、有効求人倍率、仕事が増えて完全失業率が下がる、景気が良くなるということは14万、まあ、地価も上がってくる。まあ、こういうことをですね、どのようにやれば、まあ、大阪がですね景気が良くなるのか、こういうそのためには何をやらなければいけないのか、こういうことを常に大阪府庁、大阪市役所として、まあ、考えているんですけれども、じゃあ今言ったような話ですね、有効求人倍率、まあ、仕事を増やす、完全失業率を下げる、それからデパートの販売額を上げていく、外国人観光客を増やしていく、大阪の企業を増やしていく、これは大阪市内、大阪市域内だけで大阪市内という視点で考えていく問題なのか、それとも大阪市内を超えて大阪全体を見渡して何が必要なのかを考えていくのか、まあ、ここで僕の問題意識は、まあ、今までやっぱりその大阪府知事がですね、強力に、まあ、大阪全体のことを考えて、政策を進めるような、そういう環境になってたかというと、そうではないなという認識を持っています。と言いますのは、大阪府庁と大阪市役所の、まあ、役割なんですけれども、大阪市役所も、まあ、大阪全体に関わる仕事をやっていまして、大阪府庁と大阪市役所の役割分担はどうなっているかと言いますとね、大阪市内が、まあ、主に大阪市役所の担当で、大阪市以外が大阪府庁の担当と、このように、まあ、役所の、まあ、ある意味、観光といいますか、まあ、不分立といいますか、そういうものでですね、そういう仕事のやり方をやってきたことは、これは間違いありません。これは大阪府知事、大阪市長やっての、まあ、経験、またこれは実際に役所の職員の認識もそうなっています。大阪市内は基本的には大阪市中心、大阪市以外が大阪府庁中心で、そういう地域でのこの役割分担はもうダメだろうと、さっきずっとルール説明させてもらいましたけども、有効求人倍率を上げたり完全失業率を下げたり、外国人観光客を呼んできたりするのは大阪全体を見渡して何が必要なのか、何が足りないのか、何をやらなければいけないのか、まあ、それは
交通を便利にするのか、ホテルをもっと増やす、ホテルをもっと便利なようにするのかとか、大阪をもっと魅力ある街にするのかとか、外国語がですね、ものすごい使えるような街にするのか、インターネットがものすごい使えるような街にするのか、こういうことは大阪市内だけを見るんではなくて、大阪全体、大阪府全体のエリアでこう物事を考えなければいけない、そういう問題意識を持ってですね、僕は今回もう大阪全体に関わる仕事はもう大阪府庁に全部任せようと、今までのように大阪府庁と大阪市役所がまあそれぞれやるんではなくて、大阪府庁に全部任せたらいいじゃないか、その方が大阪全体の発展につながるんではないかという問題意識で、まあ今回このような特別区設置、いわゆる大阪都構想というものの提案をさせてもらいました。まあ、東京は東京都という東京都庁が東京全体の仕事をやって、まあ、さっき言いました高速道路や鉄道の問題、そういうものが東京都というものが東京全体のことを考えて引っ張っていってる状況がありますので、まあ、大阪もそうした方がいいんじゃないかというのが僕の問題意識、そこでの解決方法が今回の提案です。一方反対派の方は、いやそこまで役所を作り直すこともなく、作り直す必要はなく、まあ、大阪全体の発展を考えるにあたっても大阪府庁と大阪市役所がこれまで通り、まあ、一緒にやっていったらいいじゃないのというのが、まあ、反対派の考え方です。そして最後問題意識の3つ目なんですけども、これはですね、大阪市役所、まあ、大阪市内ですね、まあ、大阪市内において住民の皆さんの声をしっかり汲み取るような役所になっているかどうか、これが問題意識の3つ目です。で、僕は大阪市長の経験としてはこれは非常に、まあ、不十分だと感じております。1つ目がですね、選挙で選ばれた町の数なんですが、これがですね、大阪市今260万人、市民がいます。で、260万人の人口を抱えている府県がですね、広島県と京都府なんですね。大体広島県が280万人の人口、京都府が260万人の人口です。大阪市はそれに匹敵する人口、260万人の人口で、この大体260万人ぐらいいる人口で選挙で選ばれる行政のトップ、選挙で選ばれる行政のトップは何人いるかということなんですが、次のページこれ見てください。大体、こちらが京都府、広島県で人口は大阪市とほぼ同じです。ところがこの選挙で選ばれる行政のトップはですね、京都府の場合には15の市長、10の町長、1の村長で、26の市町村長がこの260万人の人口の中で26人の選挙で選ばれる行政のトップがいるんです。ここでしっかりと住民の皆さんの声を聞く、まあ、こういう仕組みになっている。広島県の方は同じように人口が285万人います。でこの中にですね、選挙で選ばれる行政のトップは全部で23の市長と町長がいると、まあ、この青色が市長、赤色が町長なんです。まあ、これだけ選挙で選ばれる、まあ、行政のトップがいてですね、まあ直接話すこともあれば、まあ、なんといってもそれぞれの地域のその街づくりの方向性、住民サービスをどうしていったらいいのか、そういうことを決めることは全部選挙でそれ住民の皆さん決めていくわけですね。ですから広島県も京都府も同じ260万人ぐらいの人口の中で、まあ、これだけのですね、選挙で選ばれる行政のトップがいる、すなわちこれだけ地域に分かれて選挙が行われているということです。選挙を通じて住民の皆さんが自分たちの意思をまあこう表明していくと、そういう形で自分たちの街づくりをやっているという状況ですね。ところが大阪市の場合には、この260万人の、まあ、同じ人口の規模のこの大都市大阪においてですね、選挙で選ばれる行政のトップはこの前の資料で、まあ、僕一人なんですね。僕一人なんです、選挙で選ばれるのは。ですからまさにこの皆さんの日常生活に関わる、まあ、日常生活をサポートする仕事、通常の市役所の仕事というものは、まあ、医療、教育、福祉だったりするんですけども、これ非常に皆さんの声を細かく聞いて、皆さんの要望にきちっと丁寧に答えることが、まあ、通常の市役所の仕事です。で、知事の仕事はですね、またこれ全然違うんですね。で、住民の皆さんの細かなその声を聞くというよりも、大阪全体の、さっきも言いましたけども、大阪全体の仕事ですから、大阪全体の方向性を決めていく、もちろん住民の皆さんの声を聞くことは重要なんですが、880万人の府民の皆さんの声を細かく聞いていくという、まあ、そういう仕事ではないです。基本的にはですよ、細かく
住民の皆さんの声は聞かなきゃいけないんですけども、細かく丁寧に聞いていくという仕事ではない、知事の仕事は。しかし市長の仕事は、まあ、市役所の仕事は、住民の皆さんの細かなニーズですが、後で説明しますが、細かなその利害の調整をやっていく仕事ですから、本来は住民の皆さんに、本当に、コミュニケーションをもっと細かく取ったりですね、ないしは選挙を通じてそれぞれの地域の特色に合わせた市役所の仕事をやっていくということで、本当はもっと大阪市内にですね、僕はやっぱり選挙というものを通じて住民の皆さんの声を汲み取っていく、そういう仕組みが必要なんではないかというふうな、まあ、そういう問題意識に至ったわけです。まあ、大阪市には今大阪市長1人、など大阪市内のそういう、市役所のですね、方向性を決めるのは大阪市長選挙一つしか皆さんにその方向性を決めるチャンスは与えられていないということになっています。これが非常に僕は大きな問題意識を持っています。これですね、東住吉区長が来ています。ものすごい仕事をしっかりやってくれて、まあ、優秀な区長なんですけれども、まあ、大阪市内24人の区長いますね。だから、いや橋本、今大阪市内に選挙で選ばれた行政のトップは1人と言ったけれども、区長がいるじゃないかと皆さん思われるかも分かりませんが、大阪市の区長は選挙で選ばれておりません。選挙で選ばれていないんです。ですから非常に優秀だし仕事もできるんですが、最後の決定は大阪市長の決定に従わなきゃいけない。それが公務員の職員としてですね、そういう職責ですね、僕の命令に従わなきゃいけない。でも本当にそれでいいんですかということですね。東住吉区のことはおそらく僕よりも小倉の方がよく知ってるはずなんですけども、それでも何かやろうと思ったときにですね、できる限り僕は小倉区長の方の決定権にそれを尊重するようにしていますけれども、やっぱりちょっとこの東住吉区で大きなことをやろうと思うと、全部淀屋橋、僕の仕事をしている淀屋橋の中之島の本庁舎の方に行ってですね、最後僕の決定を仰ぐか、副市長の決定を仰ぐか、ないしはその大阪市役所淀屋橋にいてる大阪市の幹部と話をしながら調整をしていくと。最終決定権者じゃないわけですね、今の大阪市の区長は。そこに僕は非常に問題意識を持っております。と言いますのは、例えば24番、例えばですけども24番、25番ですね。これ図書館の数なんですけどもね、今大阪市は、大阪市を一つの塊と捉えています。で大阪市には24区あります。図書館作ろうということになると1区1館ということになっていまして、東住吉区にも1館しかないと思います。でところが東京の場合にはまさに東京の区っていうのは大阪の区とは違います。大阪の東住吉区とは違って、選挙で選ばれた区長、まさに今この今回提案させてもらってるですね、特別区というものなんですけども、選挙で選ばれた区長がいますから、これそれぞれみんなもう自分たちで図書館の数を決めていくわけなんですね。いくつにするか決めていく。で東京を見ていただいたら分かる通り、非常に人口1人当たりの図書数が 2.9 冊、大阪市の場合には人口1人当たりの図書数 1.4 冊、大阪市の方が非常に本が少ない町だということにこれが明らかになっているんですが、じゃあ図書館どんどん作れるかというと、なかなか難しくてですね、どこに1個増やすのかっていうのは、これがなかなか調整できません。大阪市全体でここを2館にする、ここを3館にする、もしどこかの区を2館にすれば全区2館にしていかないと多分収集がつかないと思いますね。だから非常に難しくて、今までずっと1区1館ということでやってきました。これが本当にこれからの大阪にふさわしいのか、全部大阪市内を金太郎飴のように一区一区のところを見ていくのがふさわしいのかというのは非常に僕は疑問を持っています。次、こちらもスポーツセンターや温水プールも一区一区です。ところが東京の場合にはそれぞれの区でもう自分たちで数を決めていると、必要なものを必要なだけ作っていくということをやっています。ただですね、これはね、特別区になったからどんどん増えるってわけではないんです。増えるってわけではありません。僕が言いたいことは、これからの時代ですね、何でもかんでも皆さんに行政がありありますこれありますってのは不可能な時代になってきます。少子高齢化社会で、いろいろ社会保障費もどんどんお金が必要になってきてですね、
もう皆さんのその住民サービスをどん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 増やしつけるっていうことが難しい時代になってくる。で、何が必要かというと、皆さんにとって必要なものは増やす、だけれども我慢してもらうものは我慢してもらう、この調整が僕は必要になる、そういう時代だと僕は思っています。だからこそ僕は役所をやっぱり作り変えていかなきゃいけないという思いに至りました。大阪市長一人で大阪市全体を見渡して、この地域に必要なもの、例えば東住吉区に必要なものは何なのか、まあ、不要なものは何なのか、じゃあ旭区で必要なものは何なのか、不要なものは何なのか、24区を全部これを一人の市長で調整していくっていうのはなかなか難しいです。で、じゃ あの区長がそういうことを調整すればいいじゃないかで皆さん思われるかも分かりませんが、今の役所だとその調整はやっぱりできないですね。それは先ほども言いましたけれども、最終決定権がないこととお金の使い道の決定権がないものですから、最後じゃあこれは増やす代わりにこれは削るってことを自分でバーンとこう決めるってことができないわけです。だから僕はこの大阪市内をですね、少なくとも5つのエリアに分けて5つの特別区にしてですね、今大阪市長1人だけですけれども、選挙で選ばれた区長を少なくとも5人置いて、それぞれの5つのエリアの中で必要なものと不要なもの、皆さんにいろいろ考えてもらって、最後は選挙で決めてもらうと、各候補者が自分たちのエリアの中でですね、足りないもの、これは増やそうと、それを皆さんでこう訴えかけると思いますね。でも何か増やそうと思えば何か減らさなきゃいけない、まあ、そういうことを各区長選挙を通じて議論をしてもらって、最後は皆さんに判断をしてもらう。さっき大都市局が説明してたかと思いますけれども、大阪市内5つの特別区に分けたらですね、5つの特別区それぞれ特色が違うんですね。商業地だったり住宅地だったり、住まれている方の年齢の構成も違う、年齢層も違う。そうすると必要なものそれぞれの地域で違うと思います。で、我慢できるものそれもそれぞれの地域で違うと思います。ですからそれを大阪市内全体で必要なもの不要なものを調整するんではなくて、5つのエリアで必要なもの不要なもの、そういうことを最後選挙で通じながらですね、皆さんに決めていくというやり方の方がより調整がやりやすいんじゃないかというのが僕の考え方です。反対派の考え方は、まあ、今のままでもやろうと思ったらできるんじゃないかということを言っております。さらにですね、大阪の教育状況を見てもらいたいんですが、29番、これ大阪の体罰事案ですね。こっちはいじめ事案です。まあ、いじめ事案なんか今どんどん増えています。で、僕の問題意識としてはですね、今大阪市内教育委員会一つしかないんです。一つしかありません。これで小学校中学校400校以上の面倒を見なければいけません。さっきから僕一人で大阪市長一人でですね、住民の皆さんの声を住民の皆さんの声をきちっと聞いていくっていうのはもう難しいですよと。だから選挙で選ばれた区長を5人置いて1人よりも5人で担当した方がいい。今は270万人に対して1人の市長、ちょっと満を外させてもらうと270人学級っていうところで1人の僕が担当でやってるようなところを、これを5人担当者を置けばもうちょっとその住民の皆さんの声をしっかり汲み取れるんじゃないかということで、特別区5つ置きましょうという、置きたいという話をさせてもらいましたけども、教育委員会も同じで、教育委員会も今一つの教育委員会で400校以上の学校の面倒を見ています。で、これはもう限界だと僕は思っています。現場の状況は見切れていないというのが僕の問題意識でして、今度特別区5つになりますと、それぞれの区に教育委員会が置かれます。それぞれ教育委員会が置かれる。ですから大阪市内に5つの教育委員会が置かれることになります。今よりもよっぽど教育現場の方をしっかり見れるんじゃないかというのが僕の考えです。そして30番、児童相談所。こちら児童虐待の数なんです。大阪市内児童虐待、本当に悲惨な事件が後を絶ちません。これはしっかり対応していかなければいけないんですが、大阪市内には児童相談所1つしかありませんでした。ですから今回僕が2つ目を、まあ、作るということで平野に2つ目作るんですけども、まだ僕は足りないと思っていまして、特別区になると児童相談所が5つになります。5つになります、児童相談所がですね。ですからこの5つの児童相談所でしっかり子どもたちの問題も対応できるんじゃないかというのが僕の考え方です。ただ今の状況でも、この大阪市役所の状況でも5つに増やそうと思えば、お金さえ出せばですね、5つに増やすことができます。ただ数だけではありません。数だけではないんです。何が重要かというと、
やっぱり選挙で選ばれたそのトップ、最終責任者、役所に対して全部指示ができる、その最終責任者のもとに児童相談所を置かなければいけないというのが僕の考え方でして、今も小倉の方がですね、一生懸命児童虐待の対応とかそういうことは全部やってはくれているんですが、大阪市役所の全局に自分の考え方で指示を出すということは今はできません、そこまでの最終の責任者、最終の決定権者ではないので、だけどもそれをやっぱり僕は変えてですね、今度は選挙で選ばれた区長のもとにそれぞれ児童相談所も置きですね、選挙で選ばれた区長が最終責任者としてですね、各役所に指示を出していく、まあ、そういう新しい役所の仕組みにした方がよりその児童虐待の問題についてもそうですけども、住民の皆さんのいろんな要望に応えられるのではないかというのが僕の考え方です。役所の仕組みなんですが、区役所の仕組みで18番、ごめんなさい、パンフレット18ページです。